おはようございます。4月21日、時刻は8時52分です。で、今日ホテルをチェックアウトするんで、まあ、とりあえず朝風呂だけ入ってきます。現在10時50分、ホテルをチェックアウトしました。で、今日は宮古島に飛ぶ予定なんですが、午後の便しか取れなかったんで、お昼過ぎくらいまではちょっと那覇市内で時間を潰さないといけないんですよね。まあ、とりあえずちょっと歩きましょうか。ホテルのすぐ近くにバス停があったんで、まあ、とりあえず那覇空港の方まで行きましょうか。バスに乗車しました。バスに乗って那覇空港に到着しました。で、なんだかんだもう時間が11時41分。まあ、空港で飯でも食いますか。ここの A&W っていうバーガーショップ、うまそうですね。まあ、ちょっと並んでるんですが、入ってみようと思います。いやー、なかなか美味しかったですね。っていうか行列やべえ。私が並んだ時の倍以上並んでます。今12時半くらいで、私が乗る便は3時20分の便なんですが、ちょっとこの荷物を預けられるかどうかだけ聞いてこようと思います。まあ、チェックイン済ませられるんだったら早い方がいいと思うんで。ちょっと早かったんですが、搭乗手続きできました。で、手荷物預けられるんで、これだけ預けてこようと思います。手荷物の預け入れもできました。で、保安検査とか、まあ、搭乗時間考えるとあと2時間くらいしか時間がないんですよね。ちょっと移動して観光行くのとか難しそうなんで、空港内で時間潰しますか。なんかこの先に飛行機の見学デッキがあるんですよね。入場無料なんで、ちょっと行ってみましょうか。見学デッキはこんな感じになってます。飛行機を間近で見ることができます。私、近畿圏出身なんで、まあ、飛行機を見ようと思えば、伊丹とか、あとは関西空港で見ることができるんですが、まあ、なかなか見る機会ないですよね、こういうのって。いやー、それにしても沖縄県に入ってから結局一度も天候が晴れることはなかったですね。前乗りした日を含めると沖縄に3泊したんですが、まあ、ずっと曇りか雨でした。まあ、こういうこともありますわな。空港内にタリーズコーヒーがあったので、ちょっとここで時間潰しましょう。カフェアメリカーノ飲みながら少し休憩します。現在2時半くらいです。まあ、そろそろ搭乗ゲートの方行っときましょうか。保安検査を終えてデューティーフリーエリアにやってきました。私が乗る便は15時25分発宮古島行き21番ゲート出発なので、しばらくここで待ちたいと思います。飛行機の搭乗口に向かうバスに乗り込みました。到着しました。今回は小型機ですね。現在4時35分、宮古空港に到着。で、沖縄に行った時と同じ鉄を踏まないように、今日は事前にレンタカーを予約してるんですが、ちょっとレンタカーショップが若干離れてるんですよね。ですので、タクシーで移動しようと思います。タクシーでレンタカーショップの近くまで送ってもらいました。費用は1070円でした。多分ここがそうだと思うんですけどね。レンタカー借りてきました。今回はハスラーっていう車種ですね。で、今日の夕方から明後日の午前中くらいまで借りて1万3000円でした。
ここはなんか安かったですね。まあラッキーでした。じゃあ今からホテルの方に移動しようと思います。現在6時過ぎ、ホテルにチェックインしました。で、今日泊まるホテルがホテル RQ ザヤード宮古島というホテルです。で、今回私が借りた部屋はこんな感じになってます。ダブルルームですね。沖縄では快活クラブやカプセルホテルを利用したんですが、今回は普通に個室の宿を取ってます。今回は今日を含めて2泊するんですが、値段が1万1000円ちょいでした。まあ宮古島市街地が近くて、こんだけ綺麗なホテルで1泊5000円ちょいだったら、まあいい方じゃないでしょうか。こんな感じで綺麗なベッドと快適に作業できそうなデスクがあります。あとは電子レンジ、冷蔵庫、ドライヤーとか電気ケトルもあります。そして水回りはこんな感じですね。綺麗なトイレとユニットバスがついてます。まあ必要十分ですね。それとホテルからのサービスで軽食引き換え券っていうのがあるんで、まあ朝ごはんはこれで代用できますね。あとは簡単に外の様子も説明しておきます。こんな感じでコンテナハウスみたいなホテルですね。でコインランドリーとかも設置してあります。そしてこちらの建物が受付ですね。そして駐車場は敷地内のところを自由に使えるとのことです。現在6時23分、まあ、今日は本当に移動だけで終わっちゃいましたね。まあさすがにこれだとちょっとまずいような気がするんで、後でどっか晩飯でも食いに行きましょうか。現在晩の8時22分、ちょっと遅くなったんですが、飯でも食いに行きますか。今回はレンタカーを借りてるんで、まあ車で行ってもいいんですが、まあせっかく来たんでね、酒飲みたいんで15分くらい歩いて市街地の方まで行きます。15分20分くらい歩いて繁華街らしきところまでやってきました。この辺は結構賑わってますね。今日はこのお店に入ってみようと思います。島おでん宝、Google マップでものすごい人気のお店です。一杯目は島の水割り。2杯目はシークワーサーサワー。島おでん宝、めちゃくちゃうまかったですね。いやー、いい酒も飲みました。使った金額は3150円。
それじゃあ酔いざましがてら歩いて帰りますか。また15分ほど歩いて無事ホテルに帰ってきました。無事ホテルに帰ってきたんでお風呂入ってしばらく編集作業をします。現在1時25分、今日はそろそろ寝ようと思います。それではおやすみなさい。